はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ウルトラマン X サイバーカードウェハースです。はい、ウルトラマンショップ限定で先行発売されましたね。全てがキラーカードのサイバーカードが1枚入り、そして全12種類で、ラインナップを見るとウルトラマン X とかゼロとかエレキングとかゴムラとか、すでに発売してるものもラインナップに入ってるんですけど、まだ発売されてないブラックキングとかナース、マックス、サーガー、ビクトリーあたりもデラックス系のサイバーカードセットには入ってないですね。あと中に入ってるのが紙カードかプラスチックか、それも重要です。とりあえず今回は5個買ってきましたので、5つ一気に開封します。割と何が出てもいいんですけど、ブラックキング、ビクトリー、サーガ、マックス、ゼロ、このあたりがいいですかね。はい、では1つ目、ウェハースはここはクリーム、ではいきます、せーの、よっと、さらにドン、おー、バルタン星人、そしてやっぱり、キラキラが綺麗。あ、さらに、絵柄が、サイバーカードセットのバルタン星人とは違う。お、しかもこれは、プラスチックだ。おー。なんかでも、若干紙っぽい、なんだろう。ソフビとかについてくる、プラスチックカードに比べると、あー、やっぱりちょっと薄い。普通のバルタン星人はこうです。全然違いますね。後ろがすごくさっぱり。ジオ。さらに中身は、お、美味しそう。ココアクリームのウェハースが入ってて、あとはサイバーカードの遊び方。特にポイントとかそういうのはないですね。では2個目。ウルトラマンカードも欲しい。せーの、よっと、ん、おー、ゼロー。はい、3枚目。よ、マックス。ダブりなし。どんどん揃う。せーの、サーガ、来い、うん、これは、おー、出た、ブラックキング。なんかかっこよすぎて、一瞬ブラックキングかどうか、わかんないです。おー、サイバーブラックキング、なんかこんな風になっちゃって、いいっすね、かっこいいな。では、今回最後、これで、サーガが出たら、奇跡、来い。せーの、5枚目は、こちら、うん、あー、ダブった、ブラックキング。はい、今回出たカードは、サイバーバルタン、サイバーブラックキング、これがもう一枚と、マックスとゼロ。どちらも、絵柄がめちゃくちゃかっこいいですし、セブン顔系が来ましたね。後ろの絵柄は共通です。では、X デバイザーでロードします。まずは、バルタン星人。ブラックキング、サイバーブラックキングロードします。よし、行くぞ。サイバーブラックキングアーマーアクティブ。ウルトラマンマックス、最後はウルトラマンゼロ。ウルトラマンゼロロードします。ウルトラマンゼロの力を起動します。ミアノボイス来ましたね。ワイドゼロショット。はい、デラックス系のサイバーカードと同様にちゃんと連動音声が鳴りました。では、ウェハースもいただきましょう。ココアクリームですから、これうまいやつですよね。いただきます。うん、うん、サクサク、ココアクリームが濃厚ということで、おいしい。
はい、ということでウルトラマン X サイバーカードウェハースを紹介しました。全種キラーカードとはいえ紙のカードが入ってたらちょっとやだなと思ったんですけど、ちゃんとプラスチック製のものが入っててウェハース専用のカード絵になってますので、これは全12種類をコンプしたくなりますね。 X とかも絵柄が違うんでしょうか。一般販売が始まったらもう一度買ってみましょう。では次の動画ではカードダス版のサイバーカードをレビューします。以上、ウルトラマン X サイバーカードウェハースの紹介でした。